アルカーはペルシアの天文学者、数学者、サマルカンドを中心に活動した。ペルシアのカシアンに生まれる。1406年には天体観測を行い、月食を観測した。ティムール町のウルグベクに招かれてサマルカンドへ移り住んでからはマドラサや天文台で働いた。驚異的な計算力で知られ、1424年の著作演習論では、 小数点第16位まで円周率の近似値を求めている。1427年には、計算法の鍵という著作を表し、アラビア数学の大数学と算術についてまとめた。この本には、重心小数についての解説や、N 乗値を求める方法、一度の制限の値を求めるための算字、方程式の解などが書かれている。これにより、掛け算などの過程は、 現在とほぼ同じものとなった。また、精密な三角関数表を作成し、予言定理を三角測量に使いやすくした。このため、フランスでは、予言定理をアルカーシーの定理と呼ぶ。天文表を作り、アルカーの方法に習った、政権表は、ウルグベクやサマルカンドの天文学者たちに利用された。合わせを計算するためのアナログコンピュータも作ったと、される。 ありがとうございます。